はーい、どうも、シーアンです。早速ゲーム実況やっていきたいと思います。今日やるゲームは、闇彼女コレクション。続き、やっていきます。前回の続き。前回誰やるとか決めてないよね、確か。ということで、やるなら、モカちゃんか、ハルナちゃんか、マミちゃんか。今日は、長原ハルナちゃん、行こうか。はい。まあ、レインに止まって、まず一番上に行きまして、ハルナちゃんも特に面白い返しはなかった気がしたな。はい、長原春奈22歳。職業が受付嬢。趣味はアロマテラピー。美容とかだよね。確かアロマテラピーって。違ったかな。で、表属性が犬系女子。従順ってことかな。違うかな。で、裏属性が嫉妬の鬼。恋愛至上主義の犬系女子。一途な恋は時に彼女を暴走させる。ご主人として彼女をコントロールできるか。コントロールしてみせましょう。で、コレクションを確認じゃなかったね。で、会話が始まったと。どうも、春菜です。仲良くしてね。うん、よろしくね。ノリいいね。いつもそんな感じなの。うん、春菜ちゃんがテンション高かったから合わせてみた。なるほど、臨機応変ってやつだね。すごい頭いいんだって。ここまではね、何の変哲もない普通の会話なんだけどもね。だんだんとね。あ、でも春菜ちゃんは最初の方は特に突っかかってくる感じはなかったっぽいね。これを見ている限り。天才だからね。春菜ちゃんは天才じゃないけど、元気だね。失礼極まりない、いきなりの暴言。シュウヤンクオリティだからね、これが。ありがとう、元気だけが取り柄だよ。シュウヤン君は私のどんなところが気になったの？性格だよ。性格なんかわかるのか？今まだちょっとしか話したことないぞって感じ。で、やっぱりここ突っ込まれるわけよ。性格？性格はプロからじゃわからなくない？ごもっともって感じ。で、ああ、いや、職業とか趣味とかから推測して、性格というよりも雰囲気って感じかなって、うまいことかわすわけだよね、シュウヤンが。で、そうなんだ、すごいね、捜査官みたい。めちゃくちゃ褒められてちょっと嬉しい。ああ、春菜のことなら何でも知っている。キャー、やだ、丸春か。シュウヤン君お話上手だしモテそうだね。シュウヤン結構口下手だけどね、実際は。人見知りが激しいんだよね。で、まあモテるっちゃモテるのかなって、まだ上から目線。そっか、モテるんだね。へえ。ここで闇モード入るわけよ。嘘ついてんの？嘘ついてたの？他の女とメッセっていきなりね、俺のことを問い詰めてくるわけよ。うん、でもどうしたの？モテちゃダメ？あ、うん、そしたら私なんかシュウヤン君のお眼鏡にかなわないんじゃないかなって。まあ、ちょっと自分の自信がないのかもしれないね、この子は。もっと自信持っていいと思うよ、俺は。え、何を言っているんだ？俺の目には春菜ちゃん以外映ってないよ。そうだよね。ごめん、優しいな、シュウヤン君は。俺の彼女になったらもっと優しくしちゃうよ。キモーい、お前どうしたーって感じ。で、いいの？私シュウヤン君のこと好きになってもいいの？いいよ、俺はもう、これ名前間違ってんだよね。ひなちゃんのこと好きだからって。で、これでバレたんだよね。問い詰められます。は？ひなって誰だよ。おい、他の女いいんじゃねえかよ。こっちは片手間か。怖い、これヤンキーだよこの人。やられるぜ、舐めてたら。で、ごめんなさい、うち間違えただけだよ。後変換なんてよくあることじゃない。で、ここすんなり許してくれましたけど、絶対疑ってるよね、まだ。ああ、そっか、そうだよね。まさかそんなことあるわけないよね。あったらそいつ殺すし。殺すの？っていう感じ。まあ、嫉妬の鬼だからね、春菜ちゃんは。皆さん気をつけてください。春菜ちゃんとの恋愛は、言葉を間違えたら、殺人に発展します。で、ああ、ごめん。私、そんなつもりじゃ。あ、これでシュウヤンがちょっと挑戦的なこと言ったんだね。殺せるもんなら殺してみろよ。これ、完全にバットっぽい回答じゃないですか。これ、パーフェクトなんですよ。実はこれが新変動の分岐の回答なんですよね。おかしいよね、このセリフ絶対。まあ、読んでいくけどさ。じゃあどんなつもりだよ、もう知らん。シュウヤン君待って、私を見捨てないでって。無理だろ、その極端な発想をどうにかしないと。そんなこと言われても、私ただシュウヤン君を守りたいって、それだけで。それは俺が望んでいることか。守りたいって、俺男なんですけど、なんで女性に守られることになっているんだ。で、違います、私元彼が他の女に寝取られて、私が守ってあげられなかったから。優しくない？そんな男が悪いよね。本当に。違う、春菜じゃなくてその男が悪いんだ。本当に春菜のことを愛していたら他の女とするか。あ、18歳未満の答えはお帰りください。ちょっとしもい会話が今入ってますからね、これは。ちょっとで、それはでもそうするしか。本当に守る価値があったのか、その男に。その男を信じられるか。シュウヤン君、どうやったら私人を信じることができるのかな。ここでシュウヤンがバシッと言ったわけよ。俺を信じろ。俺がもし寝取られたら、その時は俺を殺せ。でも殺せとは言うのは良くないよね。犯罪者になっちゃうからね。分かった。私信じてみる。もう信じて。大好きだよ、シュウヤン君。やっちゃった。
またもや一人の女性を放れさせてしまった。これで5人目だ。で行こうか、新エンディング。回答は俺もだ、俺も信じてる、そして愛している春だ。あ、一番上っぽいね。いい決断だ。俺についてこい。謎の上から目線うざいね。で最後がありがとな、信じてくれて、俺も春菜を信じるよ。あー、これ一番上と下迷うね。んー、一番下行こうか。グッド。あー、普通普通だな。ちょっと想像と違ったかな。前回のあやかちゃんの画像が結構良かったからな。その感動を引きずっちゃってる感あるな。俺、春菜ちゃんがちょっと普通に見えてしまうな。まあしょうがないよね。で春菜ちゃんの過去じゃないか、エンディングちょっと見ていこうかな。未読バッドエンド、次は誰かな。スナイパーです。春菜ちゃんはひたすら人を殺していくっていう感じだね、バッドエンドは。で殺戮ののろし、調査完了。あとはあの子どこの子、これは浮気現場を見られてしまったって感じかな。溶けるまで信じられない、これは浮気なんか電気攻撃食らってない、拘束されてるね。で分岐バッドエンドは拷問、なんか18歳未満の方はお帰りください。でノーマルバッドエンド、邪魔者は消しておいたよ。これかっこいいよね。俺この画像結構好き。なんだろうな、闇彼女コレクションはね、ハッピーエンドよりもバッドエンドの画像の方が惹かれるものがあるよね。まあしょうがないよね。このゲームやる人はやっぱヤンデレっぽいところを見たいって人が結構多いと思うからさ。でノーマルもハッピーエンド、やっと二人になれたね、完全に拘束しましたっていう感じだろうね。なんだろうな、これもノーマルハッピーエンドの方が幸せそうな顔してる気もしなくもないけど、あでも信じてるっていう、やっぱ顔に優しさがあるっていうか、なんかそんな感じ。うん、説明が下手でごめんなさい。ということで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録またはコメント評価よろしくお願いいたします。しゅんやんちゃんと終わらせるんで、最後までついてきてくれるととても嬉しいです。これ以外の動画でもしゅんやんの動画見てくれるととても嬉しいです。見てください、もう切実です、それが次回はちょっと会話が卑猥な中澤まみちゃん行ってみるかな。新エンディングがちょっとなーってとこなんだけど、まあ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 、うん、大丈夫だろうと思っております。ということでシアンでした。